はい、皆さん、おはばちは宮内ゆきです。それでは今日もポケットモンスターダイヤモンド芝居実況、チルと君に決めて始めていきます。きたー、209番道路ですね。攻略していきます。君のポケモンはどのくらい育っているのかな。さあ、1戦目です。おー、ポケモンブリーダー。ウソハチは岩タイプだっけ。チルットはちょっと分が悪いんで、リーフィアですかね。うん、全然効かない。カッパカッター。これ一撃でいきたいですね。うん、お見事。うん、さあ2体目はスボミーか。スボミーは逆にチルツで。頑張ろうぜ。ここは、空を飛ぶですね。まあ、筒でもいいんですけど。一撃で決めたいところ。うん。炎の威力は弱まります。うん。いいね。さあ、どうなる。へい。いい感じ。命中率がね、実はあんまり良くないんでね、空を飛ぶは。ピッチューか。ここもリーフィアですね。なぜなら電気タイプの技がですね、クソタイプ効果今一つなんですよ。だから、はい。ピッチューもリーフィアで。もっさりしてるな、ここね、やっぱり、戦闘が。さあ、おお、ああ、よかった、消えた。うん、君のポケモン文句なしだよ。ありがとう。幸先いいね、今日もね。愛情いっぱいで育てているんでね。うん、そうだね。スプレー使うか。あんまりね、お小遣いに余裕がないんで。アイテムがあります。甘い水。うん、いい釣り竿、本当にいいよ。君もそう思うでしょ。はい、うん、君とは気が合うよ。うん、いい釣り竿あげよう。楽だな。簡単に手に入っちゃう。水のあるところならどこでも釣りをするといいよ。ところで釣り竿の使い方、僕が説明しようか。大丈夫です。ポケモンの釣りは釣るまでが一勝負、そして釣ってからも一勝負、合わせて二度美味しいんだな。うん、刺身、美味しいお刺身食べたいな。え、君も毎朝ジョギングしてるかな。あ、この人違うんだ。チルットと、あ、グレイシアでいきますか。これはダブルかな。来ました。一緒に戦うから私たち強いですよ。もうコテンパンのコテンパンにしちゃうんだから。へい、かかってくるよ。何が出てくる。ウソハチとマネネ。うん、かわいいね。チルットは、空を飛ぶですね。でマネネに行きます。でグレイシアはココルカで、これ2体で、同時に攻撃できます。うん、素晴らしい。これは、あー素晴らしい。これは素晴らしいです。これは高く飛び上がって、おー、オーケー。もう一回じゃあ光合成やっていきます。外したけど、うん、グレイシアで。危ねー、これがあるからね、空を飛ぶは。威力が高いからね。
あと攻撃を避けられるってのもあるんで。おお、素晴らしい。21です。速攻がどんどん伸びていきます。うわー、ほえー、勝っちゃった。すごいすごい、ひょっとしてポケモンの天才。いやいや、そう言われると私たちも強いトレーナーになる。決めたの。お互い頑張ろうね。波をじゃあ取っときますか。ああ、もう切れた。さあ、さらに進んでいきますよ。え？ねえねえ、私ポケモンだよ。こんなんいたっけ？ウケる。おお、ポケモンごっこ、そっかそっか。ピカチュウだ。いいね、やる気満々。これはチルトは分が悪いですね。先ほどと同じように、リーフィアに。チルトは伸び、経験値伸びるのは、遅いからな、序盤は。まあ、育てるのがね、大変な分、すごい可愛いなってことです。要するに。えい。悔しいなぁ。ごめんね、勝っちゃった。大きくなったらポケモンになりたいの。そっか。おぉ、よく当たるゲット。あとで売るか。さあ、さらに進んでいきます。ジョギングしてる人多いなぁ。この間ジョギングしてたらポケモンに追いかけられて大変だね。思わず海の出して、走れんの？ねえ、よかったらあなたのポケモンと勝負させてほしいな。いいよ。真冬さん。マネネはこのままチルトでいきます。さっき空を飛ぶはずしたからね。今回は決めたいな。チルト頑張ろう。攻撃が上がるのかな。攻撃ですね、多分。さあ、ここはどれぐらい効くか。本当は一撃で行きたいんですが、ちょっと多分厳しいはず。おーおー、素晴らしい。チルトいい子。 P、 このまま行きます。 P 結構好きだな。可愛いですね。あー、可愛い可愛い。星みたいだな、なんか形が。ピッピより好きかも。まあ、ポケモンの赤でね、今ピッピ使ってますけど。おお。まあ、ね、相手が弱い分、ここは一撃で決めたいところですが、どうでしょうか。いけ！素晴らしい。いいですね。つぼみ、おお。三立てです、チルットで。地道にこう経験値をね、貯めてきてる。ここは決めたい。しびれ粉浴びたくないな。オッケー。ポケウォーカーもないのにダイヤモンドのチルットよくやってるよ。えい。ふふ、大事に育てられてるよね。育ててますよ。大事に大事に育てるとポケモンって本当によく懐くのよ。そっか。え？壊れた石の塔がある。持っている金飯がちょうど余りそうだ。金飯を使います。はい。石の塔が元に戻った。御霊の塔と書かれている。相当昔に建てられたもののようだ。もう忘れてるな、ここ。バッグの大切なものにポケットにしまっている道具は登録しておく Y ボタンですぐ使えます。噛みまくってる俺。やばいやばい。なんかある。あ、やっぱあった。こういうとこはね、アイテムがね、結構落ちたりするんで。
さあ、さらに進んでいきます。卵を孵化させるときよく取ったな、ここ覚えてますよ。さあ、またちょっと、なんだっけ、スプレー使って、ちょっとこの辺また左は、いけない、いけないね。さあ、行きますよ。ねえ、どこから来たの？どんなポケモン持ってるの？まあ、じゃあ戦って見せるしかないね、これはね。5体、多いな。ビッパか。ノーマル、水？いや、違うか、ノーマルタイプか、これは。ごっちゃになってる。あ、来た。もう完全にボケてますね。さあ、ここは一撃で行きたい。レベル差もあるから、うん。さあ、チルット順調に経験値稼いでます。お、先生の爪発動です。まあ、どっちにしろ、ね、こちらが早いんですけど、このビッパーは非常にね、この秘伝要員として役に立つんで、もうありがたいんですよね。うん。でも一撃です。すごいな、ビッパー好きだね、あ、兄ちゃん。レベルがちょっとずつ上がってるという。どこまで一撃でいけるか。あー、丸くなる使ってきた。これは無理ですね。さあ、どれぐらい効く。お、あー、救助、素晴らしい。タイミングはもう完璧です。またビッパだ。またレベル上がってる。あ、戻りましたね。さあ、先生の爪また発動です。5体全部倒したらなんかレベルが上がりそうな気がしますが、どうでしょうか。うん。さあ、ここも一撃で決めたいところ。えい。あー、やっぱあと1回じゃない。さあ、最後は、うん、15。まだトレーナーいるからチルッと上げられるね。おっしゃ、一撃でいこう。ここは気持ちよく。OK。やっとね、24です。おしゃれな人は、なんかポケモンもおしゃれだね。240円か。もうちょっと欲しかったな。仕事サボってたの。父さんに見つかってないかな。それは、ダメじゃん。100歩ってほんとすぐ行っちゃうの？魂の眠る場所、ここがロストタワーなんだな。助かるよ、ビッパー。ありがとうね。そこでアイテムゲットして。おー、鋼の力。あ、こう後回していくか。きたー。ミサちゃんとのひとときを邪魔しちゃダメだよ。え、私と勝負したの？リクちゃんと一緒ならいいわ。この人たち超えればもう、間違いないかな。ラブラブくん。いいね。もうそのまんまじゃん。あー、グレイス相性悪いな。
チェルトはソロートですね、アサマン行きます。で、グレイシアはちょっと相性が悪いのでリーフェン戦します。頑張ろうね。さあ、相手は何をやってくる。ああ、目覚めるパワーで。なんだろう、相手の目覚め。うん、急所に当たらなければ怖くないですね。パッパカッター。これも全体攻撃です。急所に当たれば結構効くはず。うん、これでアサマンは、えい、素晴らしいですね、これは。おお、打ち切る、レベルと同じダメージですね。だからこの場合は19、はい、ダメージが入ります。チルとツツクで万力で、リーフィア葉っぱカッターですね。おお、素晴らしい。もう分かった。こっちはレベルアップは早いんで。うん、ミサちゃんだけを見てたから僕負けたのかな。リクちゃんごめんね。おお、ありがとう。お金いっぱいくれる。めっちゃ嬉しい。負けちゃった。リクちゃん、よしよしってしてよ。甘えん坊やんけ。負けちゃったミサちゃんも かわいいよ。おー、Z タウンだ、ようやく。ちょっとね、ここは Z タウン気ままに暮らせる街。まあ、のろけられちゃったけど、回復させ終わるか。よかったー、街ついて、なんとか。お疲れ様でございます。皆さんも今日もお疲れ様でございました。じゃあ次回は、はい、あのズイタウンの情報収集からですね、入ってきます。いやー、台風もね近づいてるんで、はい、気をつけて過ごします。皆さんもあの本州の方に、ね、向かうみたいなんで、その16号ですね、沖縄方面を過ぎてから本州の方に向かうみたいなので、くれぐれもお気をつけくださいませ。おー、カウボーイカウガールがいっぱいいる。はい、そんなわけでゆっくり休みたいと思います。今日もありがとうございました。宮地ゆきでした。